はい生徒会役員とも完結おめでとうございます。と言っても兄貴、兄貴じゃねえや、アニメ2期しか見てないんですが、まあちょっとね、友達が好きだったので、僕も知ってる感じです。はい、記念に買いました、マガジンです。ということでですね、こちら、今回、皆さんもうご存知でしょう、カッコのお稲荷の9巻と、天神さんちの縁結びの4巻、じゃない、3巻ですね、未来行っちゃいました、のは発表、んはい、えー、 はい購入者ぞという動画ですね。でもおなじみですが、得点がついているので、その紹介でね、皆さんもまだ間に合うと思うので、ぜひ買ってみてください。で、今回はですね、僕ちょっとね、遠出っていうか、そのね、いつも買ってるところではないところでちょっと探す画面になってしまったので大変だったんですよ。だからアニメートとかのポイントはついてないんですけど、まあ、ランダムじゃないだけいいと、良かったです。はい、まぁ、あ、ちょっとね、テキパキいきましょう。まず購入3巻、甘神さんからね、3巻からいきます。 今回はね、えーっと、ハロウィンがモチーフでして、こちらドラキュアですね。ドラキュアドラキュラです。はい。で、まあ、おなじみ3種類で、こちらがまあお化け、ちょっとゴーストイメージしてるのかなって感じですね。で、こちらが魔女で、はい。もう全部最高って感じです。あう。はい。で、まあ、おなじみっていうか、僕はもうこのシュリンク、袋をね、つけたまま保存しておきたいので、こちらも4冊目を買いました。はい。 まあこの子にしましたその4冊目っていうかそのダブらせるのははいもうねすごいでしょう <laughs> なかなか気悪い衣装なんですがまあ許してくれるでしょうきっとはい誰かがそして次こちらですカッコの9巻ですね今回はこちらね9巻から8巻どうだったかなそうまあ新ヒロインの女の子が追加されましてだから今まではその3種類のポストカードだったのが4種類になりました四角関係から五角関係になりまして こちらね、9巻は、だからまあ、5冊買うことになりました。読む用途含めて。で、まあ、今回、メイドということで、ちょっとずらしましょうか。はい。なかなかね、楽しませてくれます。はい。で、今回は、ちょっとシールがついておるんですよ。え、マジだったって思いつつも、ちょっとこれ全部ね、ほら。まあ、このイラストなんですけど、この、ほら、ハッシュタグのところ見えないじゃんそこどうしようかなって思ったんですけど、まあ、とりあえずこれで買いました。はい。で、まあ、エリカちゃんね、こんな感じになってます。まあ、隠れちゃってるけど、この全体イラストはこれなんでね。 なってますでヒロちゃんねほいほら切ってあげようかってもう遠山さんのね声で脳内再生がされますはいでサチねですはいケチャップかかってますここなんて書いてあるんだろうねはいで今回こちらね新ヒロインですねはいえー、愛ちゃんというキャラクターなんですが望月愛ちゃんというキャラクターで、まあ、主人公のね小さい頃にその引っ越し離れ離れになっちゃった幼なじみという子です で主人公と結婚するために遠いところって外国だったのかな戻ってきたということでなかなかもう何だっけな大学とかももう飛び級で卒業してるんだったかなでものすごいハイブリッドな子でして行動力もあってなかなか、ね、これまでのヒロインと黄色が違う子です <laughs> ただ飛び級のハート受け取ってくれますかとはい受け取りましょうはい <laughs> そしてあまあまあメイドのね服もちょっと,ょっと,ょっと、まあ、違うんですけどほらもう 飛ばしちゃった、ね、そうそう、サチとかね、もうサチしか勝たんっていうハッシュタグが公式がね、もう出してるぐらい大人気ですよ。はい。サチのね、声優も決まったのでね、これからもアニメも楽しみですよ。えっとね、なんだっけな、あれです、あの、ちょっと次の名前が出てこないんですけど、その無色転生の、えっと、ロキシーの声とか、あの、かぐや様のね、えっと、藤原先輩の声をやってる、やばいな、ちょっと怒られちゃう。えっとね、小,小山さん小山、あれ さんあれ待ってちょっとすいません間違ってたらやばいちょっとダメだ出てこないまあはいそういうことですえマのちょっとやばい記憶がまあほらねペリキュアとかねキュアミルキューとかもやってましたもんねいなえやばい好みさん好みさんだった気がするちょっとね名字がパッと出てこないんですけど小山好みさんでいいのかな間違ってたらちょっともう土下座するんで許してください は幸、いで,まあ、ですねはい重縮買いした部分は幸でもう幸しか勝たんってさっきも言ったんですがそういうことですで今回ね愛ちゃんをだからもう一冊買うか悩んだんですよ5冊ね <laughs> ちょっと愛ちゃんもなんかいい感じだったんでねでもやっぱ幸に負けてしまいましたでまあ改めてほらこの水着じゃねえや、はい、メイドの衣装もねそれぞれほら色が違うだけじゃなくてこんな感じでもう、まあ、ちょっとなんだろう ほらヒロちゃんとかちょっと胸元が危ない感じになってるんですけどなってますしほらャチャップとかねそれぞれなんか違う感じになってますはいでなんかえりかちゃんが一番多く残ってたんですけどなんか売り場が3つぐらい重なってるところがあってめっちゃ余ってたっていうのかなさすが東京って感じですはいまあ東京で買ったんですけど ということで今回はまあなんとか変えてよかったです。制限とかね、ランダムとかだときついので、まあ回って探してそこを見つけたって感じなんですけど、はい、まあいい感じですよ。ということで、まあ今回は、はい、まあハロウィンとメイドがモチーフということで、まあね、こういう特典はまあ残ってるところには結構残ってるんですけど、僕そのまあ括弧とかだと、その一家の特典とか逃しちゃってるのでね、まだ特典を集めていなかった頃に。 ので皆ささんんもそなな思いがしないいしためめに頑張って集めて集くだ特典はね、こういう書店の特典っていうか、漫画についてる特典もあるんですが、その期間内、フェアみたいなやつがあって、まあ、ちょっとこれ、僕のお宝っていうか、あれなんですけど、これ、はい、がみさんちね、はい、天上さんって読むのかな、天神さん今更ですけど、まあ、残暑見舞いキャンペーンみたいなやつで、まあ、ランダムでね、7種類ぐらいのマガジンのそのカードがありまして、何回も。 とが当てました <laughs> いろんな漫画を買って。裏は、まあ、白なんですけど、ポストカードで。蜜ぎでね、なかなか眩しいですよ。はい。お宝です、これは。はい。カッコの稲付け当てられなかったんですけどね。ということで、まあ、ぜひ皆様もね、買っていただければと思います。まだ間に合うと思います。発売してまだ1週間ぐらい。なので、まだ間に合うってもう何回も言っちゃってますけど、まあ、通販とかだと、 まあアニメイトとかだとついてくる時もあるんですけど、ランダムになっちゃうので、3冊買って3冊ともね、ダブったなんてことになったら大変なので、やっぱ現地で買うべきだと僕は思います。はい。ということで、そうそう、それと、この天海さんち、3巻はその本誌では描かれてない部分、そのなんだろう、主人公が夢でちょっと見て、なんだろう、そのなんて、ページの最後で、その夢を見たんですよ。で、その夢でちょっとなんだろう、 夢を見て終わって次の週にはもう目が覚めてるみたいな感じなんですけどこの3巻でその続きその書き下ろしの部分があるみたいなのでそれも楽しみですねということでだからそのマガジンで読んでるからいいやとかじゃなくて買った方がいいと思います <laughs> ダメだねでちょっと熱く語っちゃうと、まあ、そういうことなのでぜひ皆様も買ってみてくださいはい僕はこんなからとサッチが一番でこんなからとちょっとうーんちょっとなんかエルフ耳っていうかねあんま長い耳得意じゃないんですよドラキュラ ヴァンパイアので、この中だとアサヒちゃんかな。はい。別にそんなこと聞いてないですよね、皆さん。ちょっと早口になってきちゃったのは、ちょっと時間に余裕がないからということで、ちょっともう結構長い時間取っちゃってるので、まあ、ここら辺で終わりたいと思います。はい。まあ、サチがね、やっぱ数少なかったので、やっぱ人気ということで、ここは急いだ方がいいと思います。コンプするなら。はい。ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。